野党の皆さん、もう一度改めて申し上げます。恥を知りなさい。今井隆也閣下、今野党に一発かましました。今井隆也閣下のマスコミ弾圧は立派です。憲法違反のマスコミ弾圧は今井閣下じゃなければできないものです。今井閣下、どうしてこんなにマスコミ弾圧に成功したんですか？わっはっはっは、簡単なことだよ。まず総理大臣がバカだからマスコミを叩く、ネトウヨに喜んじゃう。とにかく安倍は憲法を読んだこともないんだ。次に安倍の手下の和竜だ、安倍が怒っていたぞと脅せば何でもやる。手紙を送って NHK を脅かした。 NHK のもみは進歩縮んでいたね。次にマスコミにはうまい寿司を久兵衛でおごる、天ぷらをおごる。次は芸人をって名付けるんだ。吉本興業は本当にひどい集団だね。暴力団とズボズボ、ビートたけし、松本ひとし、吉本興業の芸人は金をやれば何でもやるよ。また吉本芸人みたいなバカがたくさんいる。橋本徹がそう、悪くないもん、佐藤勝もそう、三浦瑠麗もそう。これだけ芸人と政治家崩れ、学者崩れを支配すれば世論調査の数字は良い数字になるんだ。わはっはっは、さすが今井閣下ですね。悪くないもん。もう一回野党を叩くプロパガンダをやります。聞いていてください。野党の皆さん、ボクちゃん悪くないもん。申し上げます。恥を知りなさい。ボクちゃん悪くないもん。